地震が発生しました。まだ強い余震が、断続的に、続いております。もう道路は信号機も止まって、大渋滞です。宮城県には5メートルの波高、大津波警報が予測されています。到達時間は3時、今現在3時6分、まだ海面の変化はないと思われます。ただいま私はあの小山菓子店の3階にいます。あ、屋上にいます。もうぐちゃぐちゃです。店はぐちゃぐちゃです。また震度3ぐらいの余震が来てます。波が来ました。あれ、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 みんな流され、車流されてた、あれ。ね、あれや。あ、50年前に見ました。あ、すごい。早く逃げて、車。車、早く逃げて。逃げられねえんでね。あ、すごい。あ、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 早く、早く、早く。早く逃げないと。早く、早く。早く逃げろ、早く逃げろ。これはやばい。あ、人、人いる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 。何やってんだ、あの人。あらららじゃあね、すぐ食ってば。早く早く早く。腰立たないんだ。あらららららら。あら、くるんだ。うわー、くる。逃げて、早く早く。逃げて、早く。あらららら。あらららら。車も来る。船も何あれ。あらら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 。ああ、はい、いや、みんないるから大丈夫、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 船来た、船。あららら、うちも終わりだな、これ。ばばばば、うわ、ばばば、これが人事変わらなくなってるんですけど。
あら、あら、これはカルチャー席って大丈夫かな、下あれ。カルチャーの車もダメです。いいじゃない。人いないだろうな、他に。あと意味はないと思うんだけどね。あー、よかった。危ない危ない。わっ、すごい、もうトラックまで。トラックもこれ、みんなこれ濁流だ。あああれあれ、車庫からみんな車流れてきた。あー、ほらほら、わわ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 わ、あ、振り物降りてきた。あららら、車。うわ、すごい、うん、あ、箱流れてきたし、やっぱりあれ言ってた、あれ青い箱、あれみんな一部から流れてきた、ほら、うん、されるかもしれない。あららら。危ない。うちどこ？流されてんじゃない？もう。家流されてる。あ、いいや。宇治のあたりダメだ。ありがとうって言って、本人にも車さん乗ったってたの。あ、そうなんですか。車踏みから、なんだべ。我が家はどこか。家が流されてます。もう見るも無残です。家がなくなりました。沖では船も流されてます。
もう何もかも流されてます。あれ、あそこが丸木さんってことはうちがないんだ。あ、いいや、あ、いいや、大丈夫だよ。船が大変だったもんな、うん、船がもう誰もいないのに沖に行ってる。海が燃えてます。河北ビルには今59名、避難しております。今からこの火を、どうにか抜け出して市民会館の方に向かいたいと思います。現在11時、河北新報のビルの屋上です。火はどうにか食い止めて、そこでストップしています。ただ津波の第3波4波5波襲ってきてます。市内の至る所から煙と火が、出てます。もうあそこは、スポット付近でしょうか。陸側は今のところこちらから見ると火の手は上がってませんが、今河北ビルには79名無事にいます。火はこっちに来そうもないですね。まあ、現在11時なので、夜明けまで待ちたいと思います。ただいま河北ビルの上にいます。時間は午前1時ぐらいですね。周りは水浸しです。ちょうど湖のようになっています。水が随分また上がってきました。目の前に見えるのは、パチンコライオン付近の火災です。他にも、そこはどこだろうな。病院の近くですね。でも病院は大丈夫です。ただ火の粉が随分舞ってます。町の方は大丈夫ですね。とりあえずここが一番大きな火災です。それとこの光景、本当に涙出てくるんですけども、これが全部火です。魚市場前から見る火です。火の海になってます。スポット付近また